はい、皆様こんにちは。グローカルジャーニーラジオの時間に なりました、私ウエストサイドストーリー神奈川が、お伝えいたします。さて、先週から始まりましたグローカルジャーニーレディオですが、ちょうど1週間が経ちました。早速2日目には小田原で異文化交流の分野で活躍されておりますジュディス・レンハーさん、ジュディさんと親しく呼ばせてもらっておりますが、ジュディさんから超いいねをいただき、励ましをいただきました。ジュディさん、どうもありがとうございます。こちらをお聞きの皆様も、今日は面白かった、逆につまらなかったなどのお叱りも含めた共感のボタンを押していただけるとありがたいです。またコメント欄へのご記入、メッセージなども送っていただけますと今後の励みになります。皆様、今もしお聞きになっていらっしゃいましたら、どちらからお聞きになっていらっしゃいますか？もしも外国からの方でしたならば、お国の名前などを教えていただけるとありがたいです。地元の方は地元からですとコメントいただけたらとっても嬉しいです。皆様からのお声とともに続けていかれればと思っております。先週は全ての回がアドリブでした。どうやら思いっきり初心者にはアドリブよりも少し下書きが必要な感じがいたしました。そこで、これからは、内容に少しテーマ性を持たせていきながら進めていかれればと思っております。こういう進め方に対してもご意見がありましたならば、遠慮なくおっしゃってください。金曜日の今日はローカル、神奈川県足柄上郡や南足柄市のことも取り上げたいと思っております。海外からお聞きの皆様はいきなり地名が飛び出して何ぞやと思うかもしれませんが、神奈川県の西の端っこにあります足柄上郡と南足柄市は、私ウエストサイドストーリー神奈川が活動に、活動をしているところです。さて、今日はその神奈川県足柄上郡山北町というところのお話をちょっとしたいと思います。山北町、山北は漢字で、山は山川の山、北は南北の北という字になります。聞くところによると、漢字は全く同じ読み方で、三北町という町が2008年まで新潟県に存在していたそうです。現在は新潟県の村上市の一部になっているそうです。神奈川県の方の山北町は大変広く、神奈川県内では横浜市、相模原市に次いで現在3番目に面積が広いそうです。その町内につぶらのという地区があります。つぶらのの名前は皆さん聞いたことありますでしょうか？ラジオなどの渋滞情報でしばしば流れる地名なんですが、東名高速つぶらのトンネルを先頭に渋滞が何キロなどのように、ゴールデンウィークやお盆などに道路が混むときによく聞く名前です。実はこのつぶらの地区には小さな地蔵堂があります。
名前をつぶらの地蔵堂と呼びます。おととしあたりから、山北町の中でお住まいで、やはり地域おこしに奔走されて活躍されております女性が地区から管理を委託されております。そして年に数回御開帳の日があります。実は明日9月19日土曜日はその御開帳の日にあたっております。管理を委託されている女性の方は、日本に古くからある暦に応じて御開帳の日をお知らせしています。明日19日は彼岸ということで御開帳するのだそうです。この女性が地区に住むお年寄りの話を聞いたところ、このつぶらのという地区ですが、漢字で書くとつは、東京都のと、京都のと、都という字です。つぶらののぶは夫という字です。つぶらののらは有料かの料、良いという字です。のは野原ののと書きます。そして、京都の都とも関係があるとかないとかだそうです。そもそも口伝いで京都との都と関係があるようなことを語り継がれているため、専門家の、が言っているわけではないので信憑性は定かではないそうですが、一見のどかな田園風景が日本の歴史の上で長らく都として君臨したきらびやかな雅な京都と関係があるという話を小耳に挟んで、地蔵堂に思いを馳せてみるのもいかがないでしょうか。この話に共感いただけたら、いいねボタンを押していただけたら嬉しいです。例えば写真を撮るのが好きな方などは、今流行りの映えを求めて、明日は土曜日でもありますし、足を運んで見てみるのもいかがでしょうか。このつぶらのという地区には、車でお越しになるのが一番良いかと思います。コメント欄に地図を貼っておきます。このつぶらの地蔵堂の隣は、ちょうど今から2年ぐらい前に、神奈川県立の公園なんですけれども、神奈川県立山北つぶらの公園っていうのがあるんですが、そこの隣になります。なので、車でお越しの方は、その公園は無料の駐車場がありますので、そこに停めて、公園内を散策したり、地蔵堂にお越しになるのが一番便利なのではないかと思います。この山北のつぶらの公園は、雄大な富士山が眺められます。また、ちびっ子たち、家族連れにも人気の長いローラー滑り台もあります。一日来て、家族で遊んだりするにはこと欠きません。また、散策路なども、用意されておりますので、ちょっとした、ハイキングまでは行きませんけれども、お散歩に毛の生えた散策にはちょうどいいかと思います。ただし、近くには飲食店がありませんので、あらかじめおにぎりなど、軽食や飲み物を持って行かれることをお勧めいたします。今こちらお聞きの方で外国のお住まいの方などは、やはり今お住まいの国の中では、こういう公園が家族で遊べるような、そして散策もできるような公園はあるのでしょうか。あるならば、情報をお寄せいただけると嬉しいです。それでは、皆様もこの週末もお元気にお過ごしください。
本日も聞いていただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。